ある小倉日記伝は松本清長の短編小説、三田文学1952年9月号に発表、翌年に第28回芥川賞を受賞した。福岡県小倉市在住であった松本清長が地元を舞台に森外が軍医として小倉に赴任していた3年間の日記、小倉日記の行方を探すことに生涯を捧げた人物を主人公として描いた。 短編小説である。それまで、朝日新聞西部本社に勤務しながら、執筆活動を行っていた成長が、状況後小説家に専念するきっかけとなった作品。1938年。田上工作は生まれつき神経系の障害で、片足が麻痺しており、口が開いたままで言葉をうまく喋れない。ただ知的障害はなく、むしろ弁学に引い出ており、小中と、 優秀な成績を収める。彼の母方の祖父が建てた貸し屋には貧しい一家が住んでおり、そこのじいさんは伝尾も仕事にしていた。工作は朝方にじいさんが鈴を鳴らしてやがて消えてゆくのを子供ながらにはかない気持ちで聞いていた。工作には中学以来、高南という友人がいた。コ南は文学青年で、商社に勤め出しても就業中に詩を書くような、 男だった。ある日、コーナンは森外の作品、独身を工作に進める。それを読んだ工作は感動する。というのも、自分が子供の頃に聞いていた伝瓶のことが書かれていたからだ。工作は、生涯賃金の出る仕事にはつけなかった。母の裁縫と家賃収入で暮らしていた。が、コーナンのつてで目録作りの仕事を始める。コーナンが紹介したのは、 病院経営者の白川だった。白川は文学青年の集まるグループの中心的人物であり、芸術的蔵書を多く保有していた。その蔵書の目録作りを工作は手伝うことになる。ただ、手伝うと言っても本の整理はもう一人の者がやるので、工作はほとんど蔵の書を読んでいた。ほどなくして白川のグループでは資料をもとに、 強度の情報を発信する活動が流行り始める。それを見た工作は森外が小倉で過ごした満三年の日記、小倉日記を保管することを思いつく。工作は独身、鳥、二人の友などの文献から小倉での外の足跡を推測し、ゆかりの人物を取材する。麻痺のある体で荒れた賛同は答える。その上目当ての家の者には門前払いに合い。 翌日母ともう一度訪れるという不遇を味わう。幾度となく、こんなことに意義はあるだろうかという思いが押し寄せ彼を苦しめるが、高難や母の激励、分子からの返信、またそのつながりで王外の弟純三郎からも手紙をもらい、工作は一層力を尽くす。そんな工作に戦争が立ち塞がる。戦時下では、王外ゆかりの者に話を聞くのは困難だった。 また、工作の麻痺症状は日に日に進んでいたのだが、戦後は食料不足でさらに悪化し、ついには寝たきりになってしまう。高難はたびたび工作の家を訪れ、食料を持ってくる。母は老体ながらも工作を看病する。工作は病状が改善した後を空想した。風呂敷いっぱいには彼の集めた小倉日記がある。しかし、 1950年の暮れ、工作の衰弱が激しくなる。高難がちょうど来ていた日だ。工作が枕から頭を上げて、聞き耳を立てる仕草をするので、母が、どうしたのと聞く。もうほとんど口が聞けなくなっていたが、彼ははっきりと言った。鈴の音が聞こえると。それは死ぬ者が味わう幻聴のようだった。次の日、工作は池を引き取る。 翌年の2月、王外の一族が、小倉日記の原本を発見する。日記の出現を知らずに工作が死んだのは、幸か不幸かわからない。関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズ枠で12月7日に放送。松本成長一周期特別企画、ある、小倉日記伝。TBS 系列で8月4日に放送。ありがとうございます。